天皇皇后両陛下は学会の開会式などに出席するため今日から4日間の日程で京都府を訪問されます。両陛下は午後3時半ごろ新幹線で京都駅に到着し観光客や地元の人々らから歓迎を受けられました。明日は京都市で行われる国際外科学会の世界総会の開会式に出席されます。その他、医科大学で最先端の研究を視察したり、上賀茂神社、下賀茂神社を参拝するなどして、26日に東京に戻られる予定です。